めて返してもらうぞ、オビト。この目をただであんたに返すと思うか。少々手荒になって、まあ仕方ないだろう。あとは頼んだぞ、愚かな行為だ。お前も陸道の世界が失敗していると分かっている。いいか、陸道の広めたチャクラとは本来つなぐ力のことだ。その力を民衆として解き、人々に伝え導こうとしたのが陸道仙人だ。だが人々はいつしかつなげるためでなく、戦うためにチャクラを利用し始めた。皮肉に陸道の母カグヤが武力としてチャクラを使用した道に戻ったわけだ。逃げられんぞ。お前の自信も偽りで。させん。
かしい。オビト、今回ばかりはいい時に来てくれたよ。ガイ、なんとか間に合ったな。なぜだ、あの速度なら飛べなかったはず。そうか、2つのカムイを使って倍のスピードで飛ばしたわけか。考えたな、畑カカシ。あとは頼んだぞ、オビト。大丈夫だ、俺がナルトを助けてやる。信用できるの？俺は昔からまっすぐ歩けなくてね。だが、やっと。たどり着いた。邪魔すんなっつってんだろ。うちはサスケんとこに行きてんだよ。邪魔するなって言われてもね、マダラ様に誰も通すなって命令されてんだよね、僕ら。それにサスケだっけ、言っても無駄だと思うよ、もう死んでるって。てめえ、カリンのあの慌てよ。サスケ君に何かあったことは間違いないよね。サルトビ先生、私たちで奴をやります。あなたたち、絶腕任せたわよ。なんすかいきなり。どいてもらいましょうか。君たち僕を倒して先に行くつもりっすか？無理無理、そんなことさせないって。マダラ様の命令は絶対だし、もし守らなかったらどんなお仕置きされるか分かったもんじゃないよ。マダラと私、どちらが恐ろしいか教えてあげないとね。オロチマリ、わしを死に追いやったお前とまさか共闘することになるとは。話通りと開墾の情はあるが、同時に喜びを感じる自分がいる。やはりわしは甘いのだろうか。ゴトン大炎弾の術。見るほど面白い体をしているわね。時間があればいろいろと調べてみたいものだけど。そういうところは変わらんの。知らない。さあ、さっさとサスケ君の元に向かうわよ。いてて、あとはわしに任せよ。ではよろしく。
誰だてめえ、サスケに何してやがる。なるほど、あなただったのね、カブト。ここへ急ぐ一行を感知してましたが、やはりオロチマル様でしたか。は？こいつがカブト。ここに何をしに来られたんです。あなたこそ。つうかサスケに何してやがる。さっさとどきやがれ。落ち着きなさいカリン。よくサスケ君を感知してみなさい。感知っつってもアイス。サスケのチャクラを感じる。なんで。僕はもう今までの僕じゃない。サスケ君に危害を加える気もない。じゃあカブト、あんたがサスケを。そう、僕の医療忍術と研究し尽くした柱間細胞を使って彼は一命をどうにか取り留めたんだ。サスケ、よかった。しかしカブト、あなたがここにいるということはイタチのイザナミの術を解いたってことだけど。そうです、僕は自分を認めず何者かもわからないでいた。でもイタチはイザナミを使って僕に気づかせてくれた。僕は他でもないカブトなんだと。イタチは君を死んでも守りたいと願っていた。その願いを決して無駄にはしない。そしてそれが今の僕の願いなんだ。オロチマル様、カブトさんの考えを変えたそのイザナミって術はどんな術なんすか。イザナミはウチハに伝わる道術の一つ。一度術にはまってしまったらその考え、いや心を入れ替えねば決して抜け出すことはできない。過ちを認めるまで永遠に同じ出来事をループすることになるのよ。僕はずっと間違っていた。自分以外の何かになり変わることで何でもなせると妄信していた。でもそれが過ちであることをイタチは教えてくれた。己の失敗に怯え、それを認めることから逃げているだけだと。だからといってすぐに認められるわけがない。何度も何度も何度もループを繰り返した。僕こそが完璧なんだ。わからないのか。お前は決して完璧ではない。ウチハイタチ！このループから逃れる術はあるはずだ。今の僕はイタチ以上の存在。特に何もない。正義先鋒迫撃の術。先鋒無期転生。行き過ぎ
ロチマル様になり代わり完璧な存在になった。なぜ？ソラ、ゴロキ。ダメだ。何をやっても状況は変わらない。前に戦った時と同じだ。先方。ゴロ。はあ。ゴロ。ゴロ。セオピス。こっちだ。ゴルフ先方反撃の術ゴルフゴルフゴルフセイハッ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 先方迫撃の術先方無期転生行き過ぎてるだろこの力ゴルフおっと愚かなるもっとおっとゴルフおっといいねこの状況こちらゴルフ僕は完璧だ打ち入った僕こそが僕は何もま…僕は何度でも立ち上がるさ君を倒すまでねおーけっけっけっ抵抗は無理こちらゴルフおっとせいやっまばいなはっこっちせいゴルフなるほど君を倒せばこんなるしまうそれで止めると何度かくそ逃がそう惨劇の術ゴルフそこだおはっおはっおはっ僕は倒したはずなのにまたループか何が間違っている僕は完璧なはずだわからないのかお前は決して完璧ではない完璧である僕が僕なら完璧でない僕は僕ではないじゃあ今の僕は何だ何度もループするにつれ僕の精神は摩耗していた考えがまとまらず自信も消え失せわからない僕はさまざまな記憶が体の中から消えていくようだっただけどどうしても消えない記憶があったんだそれは幼い僕に本当の安らぎを与えてくれた記憶だったあの時あの場所で僕は確かに兜として存在していたどんなに姿形が変わってもあの時の記憶は変わらないそして名前も変わることはない僕は僕のままでずっと昔から兜のままだったそんな単純なことが僕は分からなくなってそして自分に他人を上塗りしていたんだそれがやっと分かった時そこで解放された
というわけで。そう。いい風じゃない。ガイが来てくれたのか。で、カカシよ、ナルトはどこだ。ここで戦っているんだろう。ナルトは今別の場所で治療を受けている。あとはナルトたちが戻るまで二人でできる限り時間稼ぎをする。いいな、ガイ。いや、一人でいい。ここからはこの青き猛獣が引き受ける。威勢の良さは認めてやる。それだけだ。おお、出るよ出るよ。しかし、たった一人で七に踏み込むとは。超ボーン、はい、超えろ戦車。七であろうが、そこに道があるなら、どこまでも突き進む。それがマイトガイという男だ。面白い。ダイナミックエントリー。ドリュー、ドリュー、ドリュー、ドリュー。すべてを破壊する。セーフ。ダイナミックエントリー。すべてを破壊する。仕方ない。武器を出すぞ。燃えてきた。お前程度の体術使いならば戦乱の時代に5万といた。所詮お前はぬるい世界のぬるい忍び。拳も意志も全てぬるい。あいつ、俺の体術を受けては平然と。この程度の息切れか。すまらんぞ。まだまだ。お前も気づいているのだろう。そんな生半可な攻撃では俺に致命傷を与えられんぞ。すべてを破壊する。もっと踊ってみせろ。目覚めよ。お前は選択。おお、まだやるんだ。その粘り強さはなかなかのもの。ダイナミックエントリー。
一発だったね。多少は踊れたようだが、俺には通じなかったな。さて、これからどうする？さすがにもう手も足も出ないか。今の俺で手も足も出ないのなら、次の俺で戦えばいい。それだけだ。どういうことだ？この葉の青き猛獣は終わり、赤き猛獣となる時が来たようだ。ガイ先生、まさか指紋を？ダメだよ、それは。誰もそんなこと望んじゃいない。あれは君の命を引き換えに。いいえ、俺が望んでいるんです。ガイ先生、ガイ先生にとって今が本当にその時なんですか？お前はもう見せてくれたからな。たとえ忍術や幻術は使えなくても立派な忍者になれることを証明したいですか。まったくいい目標じゃないか。頑張る価値のあるいい目標だよ。だからお前も自分の道を信じて突っ走ればいい。俺が笑って見てられるぐらいの強い男になれ。ガイ先生、認めてください。今こそ自分の忍道を貫き守り通す時。この強き体は母からもらった。青春の炎は父からもらった。敗北の悔しさは友からもらった。そして己の忍道を守ることの大切さはお前からもらった。満足だ。
あとはそれを最後まで守り通す。リーよ、俺の背を見ておけ。それがお前に課す最後の修行だ。ボス、証拠りもなく。心よ燃えよ、魂よ吠えよ、今こそ自分の大切なものを死んでも守り抜くとき。第8問かい。8問遁光の陣。面白い。八門全開した軍の赤い蒸気、まるで秋に散り朽ちる枯れ葉色。確かにそうだ。ただ朽ちて落ちるわけではない。それは新たな若葉の養分となるのだ。そして青葉が芽吹き、新たな春へとつなげる時こそが青春の最高潮。人気を燃える時、未来を守る。そのためだけに燃えよ青春。最後の炎が燃え尽きるまで。ここまでワクワクするのは、俺を追い詰めるか、それともお前の命が尽きるのが。どちらにしてもお前にとってはこれが最後の戦いだ。その拳が震えなくなるまで存分に楽しむか。No!